てこれをご飯にかける。ご飯そんな多くなかったかな。こんなにもせんでもよかったかな。よし、今日もお昼ご飯作っていきたいと思います。というわけでまずはごま油、これぐらい、鶏肉です。めちゃくちゃ跳ねる、めちゃくちゃ跳ねる、めちゃくちゃ跳ねる。ある程度火が通ったら玉ねぎ、塩コショウしときます。そして酒、ある程度火通りましたら 200cc ほどの水を入れちゃいましょう。シャンタンデラックス、これぐらい。引き中華も少々、何かな。よし、ある程度煮込まれたらニラ、そして卵、で、蓋とかしません。このままでちょっと一旦切りましょう。あんま固まりすぎと嫌なんで。よし、火を戻して、水溶き片栗粉、実験飯に近いですけど、これで固めちゃう。なんかあんは唾液でトロトロなるみたいね。水にシャバシャバなるみたいね。よし、そしてこれをご飯にかける。ご飯そんな多くなかったかな。こんなにもせんでもよかったかな。すげえドロってる、いい感じ。よし、黒胡椒でもほっとこう。見た目的にいい感じがする。よっしゃ、というわけでごつ盛り塩担々麺、ガスのニンニク、旨辛スタミナスープ、スタミナ系スープですね。系やからスタミナあるかどうか分かりませんけど、これで今日はお昼ご飯食べたいと思います。きっとうまいと思う。あ、はい、どうもパテパス協会でございます。というわけで本日は中年創作料理、おいおい、トラッキングしっかりしろじゃねえよ。こちら中華親子丼でございます。中華ニラ玉親子丼、ニラと玉ねぎと親子丼ということですね。これが試合かなりのドロドロにしました。しょうもないことやっとらんと、ええ年こいでな、うん。まあ、ごつ盛り2分ほど経ちましたんで、この塩担々うまいよね。これはね、ほんと名作だと思います。あと塩焼きそばね、うん、ごつ盛りのあれも名作。まあ、赤っちょろい液体がね入ってますけども、あら、今日もトヨタで年中無休で、嘘ついたな、まあほぼそういう感じぐらいでラーメンを食っております。それぐらいの気持ちで食べているということです。はい、それでいただきまんます。これうまいな、ラー油っぽいやつが変わっているのにな、この後の調味油、特製油か。うまい、迎えが来たな、また。
はい、天気はいいが今日は寒い。まあ、入ってるのは玉ねぎ、ニラ、卵、鶏肉。鶏肉は蒸れ肉にしました。全然品質的に良くないけど、いただきます。うん、あ、ちゃんと中華。あ、優しい中華や、うまい。あ、うまい。うん、やっぱあんかけにしてて水も結構入れてるからあんかけにしてちょっと味が締まってる感じもするけど、水の量が結構多めっていうかね、水分量が多いからめちゃめちゃあっさりした上品なお味でめちゃくちゃうまいです。味付けで塩コショウ、酒、シャンタンデラックス、液中華、天津飯とも全然違うし、親子丼でもない、あとでニラ玉かというとニラ玉でもない、優しいあんかけ丼、めっちゃうまいな、これ。これをやってもらいたいね、あっさり系中華ね、こてこてではない。ちょうどいいわこのだし、うまいこと言ったな。あんかけも結構泥出し気味にいったんですよ、最後まであんかけってもらおうと思って。やばい、もうこれでまわ一気に。ご飯の量もそんななかったけど、うまい。夜食系ではないけど、お昼に野菜なんか軽くお昼ご飯とっとこうかとかね、そんなんでいいと思いますよ。ちゃんと中華してますから、物騒ですな。救急車やんかパトカーでしょ。これはこれね、ごつもりのこの塩タンタンはね、他にはないよね、こういう味。まあ、俺は知らんだけかもしれんけど、このうまさ。うまいわ、これ。とか言いながら、まあ、2、3回ぐらいしか食ってないけど、初めて食った時めちゃめちゃうまかったけどな。これで100円ぐらいもんね、リーズナブル。ピナコも食いたいんか、猫舌のくせに。
うまいな、ほんま。皆さん食べましたこれ、ごつの。あんまカップ麺食わへん人多いよな。俺が食いすぎなだけやと思うけど。塩担当、ごつ盛り塩担当は名作やもんよ。うん。さすがマルちゃん、工場水産、いい仕事してます。さあ最後にご飯いただきます。やっぱしゃばってきとんな、ちょっと。でもまだあんの方が勝っとる。うん、卵はね、2個です、今日。玉ねぎは一玉、うん、ちっちゃいやつですけどね。ちっちゃいやつやけど一玉入れてます。うん、めちゃめちゃ腹膨れたわ。うまかった。これぜひともちょっとあっさり中華食いたいときやってみてはいかがでしょうか。天津飯とも違う、親子丼とも違う、うん、でもまあしっかり中華というわけで、本日はニラ玉中華親子丼とごつ盛り塩担々麺をいただきました、うん、ごちそうさまでした。皆様、良い休日をお送りくださいませ。ほな。